お疲れ様です。ジャンクスタイルです。まあ今日はね、トミカの発売日でしたね。ホットユーの方もドン・キホーテ限定のアソートの発売日だったわけなんですが、ホットユーもトミカも今日がね、今月最後の発売日。もう新車出ないのかな？確か。なんでね、買ってきたんですけど、この始末ですよ。いや、言い訳すると、代理購入していただいたものを今日受け取ったものとか、今日発売じゃないけど廃盤になるやつとかも買ってきたんですけど、ちょっとね、はしゃぎすぎた。うん、いい年してね。違う、トミカを買いに、トイザラス並んだんですよね。並んで、で、帰ってきて、で、11時ぐらいかな？ドンキホーテに行ったら、まあどうせ残ってないし、まあ今日入らないかな。っていうか先週、フライングゲットしちゃってるんですよね、こちらの分を。なんで、いいかなと思ったんですけど、一応見てみたら、めっちゃあったんですよね。なんで、調子乗っちゃいました。はい、こちらね、複数回にね、分けようかなと思ったんですけども、今日一気にね、紹介しちゃいます。まあ、まずはね、ホットイールから行きます。ドン・キホーテですね。今日限定アソートの発売日だったんですけど、まあ、先週なぜかお店出てたんで、一種類ずつ買っちゃったんですけど、今日めっちゃあったんですよ。11時ぐらいでめっちゃあったんで、皆さん並んでなかったのかな？よくわかんないですけど、で、買っちゃってます。で、先週ね、紹介してるんで、もうさらっとね、行こうかなと思います。で、ホットイールは、サイドラインが今月2回しかね、発売がないんで、まあ今日で最後ですね、ホットイールの発売もね。新しいやつがね。で、DC アソート、こちら、メルセデス・ベンツ・スプリンター・ツアーラ、ワンダーウーマンのね、こんなやつ。イラスト、まあ、これはね、先週も言ったけど、カードと一緒に保管しておきたいという飾りたいタイプなんでね、開封はしないんですが、まあ、これね、ホイールもいい感じなんですよね、はい、こちらをね、3台ですね、はい。で、クールコンビですね、こちらもいい感じだね、はい、まあ、車種的に人気ですからね。あ、そう、メルセデス・ベンツ・ツアーラーは、新規金型ですね。で、こちらは、まあ、根強い人気があるクールコンビですね。こちらを2台ですね。と、こちらが、ホットイールツアーバス、バットマンですね。これも新規の金型になりますと。で、タイヤがめっちゃちっちゃいやつね。これかっこいいよなぁ。カードのイラストもかっこいいし、本体に書いてあるイラストもかっこいいですし。まあ、この3種が人気なんじゃないかなと思います。まだめっちゃ残ってましたけどね、お店。これだけ買っても。で、これ1個ずつですね。コンバットメディック、フラッシュのコンバットメディックと、スーパーマンのウニモグですね。あ、全然映ってなかった。まあ、これも、1台はね、あっていいと思います。いざあっていいと思いますよっていうか、かっこいいからね、ほんと。まあ、本当ミニカーだけ出しちゃうとえってなると思うんですけど、まあ、このままね、飾るのが一番いいかなと思います。あとついでに同じお店にずっと残ってて、で最近300円になってたんで買ってますね、はい。まあこれ爪がかっこいいなと思ってます。あ、そうと、これなんですけどアイアンマンないんですよね。入った時からなかったですからね。と、ブラックパンサーのやつね。これもかっこいいなと思って。これやっぱりこれ、あれだね。あれだね。カードごと出しちゃうとね、そっけないっていうか、まあ、ただの謎者になっちゃうんで、このままね、ぜひ飾りたいと思います。どこに飾るの？続いて、トミカ行きます。定番品から行きましょうね。アストンマーティン DBX。初回特別仕様ですね。はい。今年一発目の、初回特別仕様なんですけど、シールが新しくなってますね。2022ニューになってますね。あ、そうだ。アストン・マーティンなのか、アストン・マーチンなのかっていう論争が一部、論争じゃないけど、どっちなのって言われる方がいらっしゃるんですけど、まあ、公式がアストン・マーティンって言ってるんだから、アストン・マーティンでいいと思います。で、イギリス人の発音を聞いたんですけど、まあ、イギリスの車だからね。アストン・マーチンに近かったですね。どちらかというと。っていうか彼らはね、割とせっかちっていうか省略したがりなんで、
運まで言ってなかったですね。アストマーチみたいな感じでしたね。まあ、どっちでもいいですって言って、公式が言ってる通りが一番いいと思います。はい。で、初回特別仕様が、お、かっこいいですね。アストマーティンのね、初の SUV ということなんですが、いいっすね。内装渋いね、これ。タンダ。茶色っぽい色っすね。昔の車にこう採用されがちな色なんですけど、で、タンポの方もしっかり。ですね。あ、で、66分の1だからちょっとちっちゃいのかな。だんだんちっちゃくなってるね。トミカもね。で、ヘッドライトはクリアパーツで、フロントの塗装も大丈夫だね。サスペンションギミックのみ。はい。まあ、ドアが開かないことはね、いろいろ言われますけど、私はどっちでもいいです、正直。な感じで。これが初回特別仕様で、ま、黒っていうよりなんだろう、ちょっとラメ入ってるような、粒子の細かい感じの、ですね。なので、真っ黒っていうわけでもなさそうですね。こちらが、通常カラーですね。こちらも、まあ、カラバリなんで、カラバリっていうかね、今後店頭に現れる分になりますね。はい、あ、うん、こっちも良くないか。かっこいいね。赤が、なんて言ったらいいんだろう。濃いめの赤。なんて言うんだろうな。ね。赤じゃないな。ちょっと、ボキャブラリー的に出てこないんですけど、綺麗な色ですね。で、ルーフ、黒ですね。こっちだと、こっちも塗ってあんのか。塗ってあるね。ボディカラーとルーフと色違いますね。黒でも同じ黒でも。まあちょっと目立たないんでね。こちらの方が通常の方が分かりやすいかな。で、タンポの入り方なんかも一緒なんですけど、こんな感じで塗装の具合が分かりやすいというか、タンポの入りとか塗装の具合が分かりやすいのは通常品の方がいいかなと思います。あ、で、ホイールこれですね。こんな感じ。スポーツタイヤっていうのかな。うん、あ、やっぱタンポの張り方こっちの方が分かりやすいですね。綺麗ですね。こんな感じですね。うん。あ、いいっすね。もう迷われた方はね、まあ初回特別仕様、ね、なかなか時間が経つと買えないから買っといた方がいいと思うんですけど、迷われたらこれ、通常カラーの方でも全然いいと思いますよ。はい。こんな塗装とかもね、分かりやすいですし。窓枠も綺麗だね。なんだろう、ホットウィールのズレズレのやつを最近見てるから、トミカってすげえ。すごいですね。だって、ホットウィール770円のやつでもズレズレ、しかも塗装じゃなくて担保ですからね。これ塗装だよね。うん、やっぱ、トミカってすごい。いや、いろいろあると思うんですよね。ちっちゃいとかさ、窓じゃん、ドアが開かないとか、いろいろあると思うんで、思うところあると思うんですけど、やっぱりすごい、トミカって。うん。世界に誇るっていうか、世界進出なかなかできないですよね、トミカって。で、入れ替えでね、廃盤になるこちらは持ってなかったんでね、買ってきてます。スズキスペーシアギアですね。これまだまだ全然店頭にあるんでね、あるうちに買っといた方がいいかもね。はい。なんか、お、横入れか。こちらは67分の1と、あ、違う、57分の1だ。すみません。はい。これはでかいんですよね。なんか、あ、いいっすね。なんで買ってなかったんだろう。なんとなく、これが出た頃って、なんだろう、もう去年ぐらいからですよ。私、トミカ真面目に買い始めたの。それまで全部買ってたわけじゃないんで、こういった抜けが結構あるんですよね。ルーフがメタリックで、いいっすね。色も渋めだし、ちょっと子供受けしないかな。から、こういった、なんだろう、日本の大衆車じゃないけど、こういった普通の車をがどんどんなくなっちゃって、スポーツカーばっかなってるイメージがあるんですけどね。あ、ホイールこんな感じね。サスペンションのみですね。特にギミックなしで。からまあね、大衆車欲しいよな。どんどんラインナップしてくんないかな。今月廃盤なるんで、まあ、全然ね、店頭には残ってると思うんで、よかったらどうぞというか、いいね、これ。で、こちらがもう一台の方ですね。トーマスランドエクスプレス。はい。171分の1ですね。これも結構売れてましたね、売り場を見てたら。はい。ちっ
あのね、ま、あの、なんだろう、前言ったかもしれないけど、あれなんですよね、バスケって集め出したらキリがないなと思ってて、あんまり買ってなかったんですけど、最近真面目に富かかってるんで、あ、シール貼るんだ。なるほど。まあ、しょうがないよね、コスト的に。これだけ横に入ってたら。こっちはシールじゃん。で、フロントはシールなんだ。ちっちゃすぎたから？かな。何のギミックもないですね。171分の1ってちっちゃいね。こちらが、イスズガーラ。はぁ、2011って書いてあるから、もともとあるキャストか。だから知らないんですよね。バス系買ってなかったんで。うん。これスルーされる方もいらっしゃるかな？でもまあ、買っといていいかもね。はい。で、入れ替えに廃盤になるのが、トーマスランドエクスプレス一緒じゃんって。こちらが156分の1か。こっちはでかいんだ。あ、で、これ持ってなかったんでね。買ってきてます。出ない。あ、出た。あ、これもシールか。同じような感じかな。ああ、でかいね、やっぱ。これも、これは、日のセレガか。はい。です。2018、あ、待って。こっち2011って書いてあるから、こっち2018。何？古い方のキャストで作ったってこと？新車を。こっちも新しいじゃん。よくわかんないですけど、まあ、詳しい方教えてください。最近あの人に頼るからね。な感じ。うん、明らかに前のやつの方がでかくてかっこいいし、担保っていうかサイドの、なんだ、印刷面積もでかいね。リアもそうだね。なんだ、あれかな、単純にコストカットかな。でも、塗装部分は増えてるんですけどね。これ塗ってないからね。うん。多分コストカットだと思います。あ、久しぶり見た気がするね、このトミカのタイヤ。ちっちゃいけどね、これ。そうだね。まあ、しょうがないよね。っていうか、トミカはもう別に値上げしてくれていいんだけどね。100円とか50円ぐらい。全然買うでしょ、皆さん。うん。で、まあ、こちらも、廃盤になる方も、まあ普通に売ってると思うんで、まだ、気になる方購入されてみてはいかがですかね。全然、担保の量というか、なんだろう、表面積、印刷面積は全然違うんで、こっちも豪華な気がしますね。でかいしね。こっちもまあ塗装が増えてるというか、こっちもね、ルーフノブ、こうなんていうの、エアインテーク、わかんない。エアなんちゃらですよね。増えてるんでね。いいかなと思うけど、ちっちゃいよね。見づらいよね、これ。子供わかんないよ。少なくとも、おじさんの老眼気味の目では、確認がちょっと難しいような。そっちの方がわかりやすいような。で、ドリームトミカも買ってきております。ナンバー157のお猿のジョージですね。これ発表された時から欲しくて、あ、そうだ。ケンジ買ってないや。まあ、いつか買います。うわ、ちょっとこれいいぞ。ああ、いいね。しっかりできてる。思ったより全然しっかりできてますね。これなんて書いてあんの？読めない。クリアス・ジョージ？わかんないですけど。これいいね。いや、意外といいっす。重いしね。この辺、プラかな？これいいっすね。こんな感じ。もちろんスケール表記はありませんよ。はい。いや、これ見た瞬間に欲しくて、楽しみにしてたんですよね。いいね。ジョージもしっかりできてるし。たまにこう、わかんないやついるじゃないですか。みたいな。似てないし、みたいなのもあると思うんですけど。しっかりジョージだね。しっかりジョージしてる。こんな感じで。いいね。おぉ。いいっすね。いいっすね。いいです。ほんと、これ。おすすめです。はい。トイザラスとかだとね、ちょっと安いと思うんで、買ってみてはいかがですかね。で、入れ替えで廃盤になるのも買ってます。グデ玉。157番ですね。これめちゃくちゃ軽いんですよね、持った感じ。あ、これ系ね。そうだ。来月初音ミクもこれ系で出んのかな、多分。あ、でも、
本体はね密度が濃い濃いっていうか、あのなんだ体積率が高いっていうか重い。うん、なんかちょっとベタついてる、経年かなな感じで。これもいつか買おうと思ってて、なかなか買ってなかったんで、廃盤を機にっていう感じですね。ホイールこんな感じ。いいっすね。あの、ドリームトミカークってどうしてもね、後回しになっちゃうんですけど、こうして手に取ってみるとすごくいいですね。なんでね、まあ、今度からちゃんと買おうかな、真面目に。うん、お金ないけどね。まあ、っていう感じで、今月のドリームトミカ、なんだ、ディズニーモータスも出てんのかな、はちょっと買えなかったというか、買わなかったんですけど、うん、ジョージもいいし、グデタマもなかなか可愛くて、これいいよね、マジで。すご。ここクリアパーツですしね。なんだ、卵感が半端ないっすね。ジョージとね、グデタマだったんですけど、これ、あの、多分、今日ね、スルーされてる方も多いかなとは思うんですけど、あの案外いいですよ、はい。まあ、今日はこれ目的で並ばれた方もいらっしゃったんじゃないですかね、トミカプレミアムの新車ですね、フェラーリ FXXK ですね。これ通常品が赤で、販売記念仕様が白みたいです。これ私ずっとあの前の代のあの FXX の時からフェラーリ FXX だと思ってたんですよね。でなんだガンダムの影響だよね絶対で、あのよく聞いたら FXX なんですよね。でそう、外国人の方って割とあのこれまあイタリアかなだと思うんですけど、結構せっかちでっていう言い方してあれだけど、なんだろう、外国の方が日本語を喋ると割とゆっくりとか優しかったりするのに、母国語だとめっちゃ早いじゃないですか。あんな感じでわざわざダブルなんて言わないですからね、そんなめんどくさいこと言わないね、はい。かっこいいねこれ。スケールは64分の1だそうです。はい。これね。あ、そうだ。で、これ、バースデーで43分の1、なんだっけ、ブラーゴのやつ、ずっと余ってるけど、買ってていいよっていう方いらっしゃって教えてください。買おうかな、どうしようかなって迷ってたんですけど。ちょっとね、シルバーの塗装箇所が乱れてるかな。うん。ムラがありますね、塗りムラが結構。まあ、許容範囲かな、仕様ですって言われちゃいそうです。で、こんな感じで。あ、フロントから行こうね。こんな感じですね。かっこいいね、車庫引く。まあ、特にギミック等々はありません。サスペンションもないです。はい。これだけ低かったらね、文句ないでしょ。細かいですしね、塗装も。細か、これちっちゃ、見えます？ちょっとピント合ってるかな。こんな感じですね。まあ追加塗装するんならこの辺かな。で、あ、ウィングが PVC って書いてあるから どこって思ったけど、ここか。ちょっとなんか怪しいな、ここと。でも なんだろう、そんなに違和感ないですよね。言われてみれば、あ、ここだけ別パーツだなって感じなんですけど、そんなに違和感がないから、やっぱすごいな、トミカ。あ、ホイールこんな感じですね。いつもの感じなんで。まあちょっと墨入れしてやるとね、全然変わってくるかなと思います。うん、あの、よかったですねっていうか、通常版が赤でよかったですよね。こんな感じで。で、ナンバーが10って書いてあって。なんだっけ、世界に20台ぐらいしかないんでしたっけ、忘れちゃったけど。で、サーキットでしか走れませんよってやつですね。うん、赤にシルバーだとちょっとウルトラマンっぽいな。でも64分の1っていいね。合わせやすいですよね。他の、例えば強調のフェラーリコレクションなんかとね。で、こちらが、発売記念仕様の白になります。こちら55番なんだ。うわ。白もいいよ。いいよ。なんだろう、あの、パールホワイトとかにするかなと思ったんですけど、普通の白ですね、割と。あ、こっちの方がシルバー塗装。あ、ちょっとムラがあるな、この辺。しょうがないのかな？で、ウィング部分もそんなに違和感ないですね。まあ、塗装箇所等々は一緒なんですけど、担保の、なんだろう、入り方とか生え方、
担保倍すんのがやっぱ白の方が分かりやすいですね。な感じでね。フェラーリのマークなんかめっちゃ細かいからね。な感じですね。まあ、ホイール等々は一緒ですし、内装の色もね、全く一緒で、ボディカラーが違うだけかな。あとは、ここのナンバーの部分が違うんですけど、こっちは10番とこっちは55番ですね。あ、こんなところにもあったんだ、担保。赤でちょっと気づきづらいところなんかも分かりやすいですね。あ、こちらの初回特別仕様ね、今日買うために並ばれた方って非常に多かったんじゃないかなと思いますけど、すっげえな、これ。細か。担保が細か。今回はどちらも不良品じゃなかったですね。ちょっと、シルバー部分の塗装が怪しいところが、ここなんかちょっとほら、ずれてるわ。本来ここまで行かなくちゃいけないところが多分ずれて、ここまで到達してないんですけど、まあ、不良品っていうほど不良品じゃないんで、良かったですね。で、トミカプレミアムのもう一台の方ですね。三菱パジェロ。うん、これ、あれ、スケール。62分の1、ちょっとでっかめに作ってくれてる。いや、むしろ合わせてくれてもいいんですけどね。はい。あ、いい感じだ。なんだ、サンプル画像だと、ちょっとこの辺の色がなと思ったけど、いい感じだ。緑っぽい。なんだろ、サンプル写真だと青っぽく見えたんですか？私だけですかね。濃紺っぽかったんですけど、これホイールもそんな気にならないですね。このままでもいいかな。わあ、いいね、かっこよいです。トミカのパジェロってちょっとちっちゃめに作られるパターンが今まで多かったような気がするんで、結構でかいパジェロ嬉しいな。な感じで。で、窓枠塗装もバッチリですね。うん、いい。これはサスペンションあんのか。結構、な感じで、担保なんかそんなにこの辺入ってたり、あ、クリアパーツですね。ヘッドライトは。で、あ、意外と塗り分けしてあったりとかしますね、この辺。バンパンとかとか。うん、これいいんじゃないっていうか素晴らしいですね。なんだろう、最近トミカ、いいね。それはちっちゃくなったりとか、ギミックがなくなったりとかどんどんしてるんですけど、なんだろう、ホットイールのサイドラインの日本車を見すぎてて、たまにこういったトミカの、まあね、プレミアムはちょっと高いんですけど、やっぱいいわ。うん。いいね。これおすすめです。あ、で、三菱パジェロって結構、これ売れてましたね。皆さんが手に取ってるのとか、カゴに入ってるのを見てたら、今日は、赤はまあいつでも買えるからいいかなって感じで、発売記念しようと パジェロをこう手に取られる方が多かったような気がしますね。これ出来いいわ。ね、一つだけ注文があるなら内装色をもうちょっとどうにかしてほしかったかなと思うんですけど、まあこれはこれでいいかな。ちょっと軽く見えちゃうね、明るすぎて。うん、でも全然いいっすね。かっこいいわ。で、こちら最後になります。イオン限定のバレンタイントミカっていうのかな？ですね。こちら、代理で購入していただいてます。ありがとうございます。っていうか、先週も出てたみたいなんですけど、イオンの方に行ったら、なんだっけ、お菓子売り場で聞いたら、3人たらい回しにされて、あげく、バレンタインコーナー、特設コーナーにありますとか言われて、で、行ったら、まだ準備できてないので売れませんなんか言われて、私買えなかったんでね。もうひどい。ひどかった。しかもお菓子コーナーのおじさん、すごく不愛想だったしね。よし、こちら、スカイラインですね。66分の1。はい、こちら、こんな感じですね。お、綺麗な。綺麗。ちょ、なんだ、日本語おかしい。めちゃくちゃ綺麗っすね。いや、パッケージ越しに、あ、なんかちょっと綺麗だなと思ってたんですけど、これ、定価まあそこそこするんですけど、これいいね。で、66分の1ですね。
サスペンションあります、はい、まあ、スカイラインの色変えなんですけど、これめちゃくちゃ塗装色がいいですよ。うわ、これなんて言ったらいいんだろう。青っぽいシルバー、ちょっと語彙力ない、出てこない、私のこうボキャブラリーにはない色なんですけど、めちゃくちゃいいっすね。で、あのトミカらしいホイール入ってて、ハードワーク塗装若干ちょっと怪しいところがあるけど、してあるだけでもありがたいし、なんだろう、ホットイールみたいにズレズレの担保じゃないから安心感はありますよね。チョコ入ってんだね。まあ、いっか、箱こんな感じですね。まあ、チョコ、後で出します。はい。これ、スカイラインめちゃくちゃいいです。はい、おすすめですね。で、マツダ CX5 ですね。こちらも、まあ、色変えて、ここ開きますよ。なんか、最近窓枠塗装を見ちゃう。綺麗だ、これは。めっちゃ綺麗に入ってますね。なんだろう、ホットイールで結構痛い目、嫌な思いしてるから、トミカってすげえな。ただね、ヘッドライトの塗装がね、まあ、いいか、いや、全然いいのか、つながりがあるから、これぐらいでいいのか、うん。ですね。これは普通かな、色的にはね。こっちのインパクトが強すぎて、スカイラインの。まあ、CX5、まあ普通かな、うん。でも空張りとして持っておくのもいいですし、限定販売なんでね、イオンの。まあ、他は別に一緒かな、通常品と一緒だと思います。で、こちらも66分、どちらも66分の1ですね。このアストンマーチン、今日出たやつも66分の1なんで、なんだろう。SUV 比べじゃないですけど、比べてみるのも面白いかもしれないですね。こちらね、これと比べるとやっぱり CX5 の色普通だよねって感じですね。アストンマーチンでかっでかいっすね。66分の1とはいえ、同じ縮尺で比べてるんですけど、今ねの感じででかいな。というわけで、ホットイールから始めてね、トミカ今日買ってきたもの全部紹介してったわけなんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、DC アソートに関してはね、ホットイールのドンキホーテに思ってより全然量が入ってたなって感じですね。ヤマダ電機ほどではないですけどね。なので、ちょっと諦めて、まあ、どうせ買えないだろうなって思ってらっしゃった方も、もしかすると行ってみるとまだまだね、たくさん待ってる可能性というのがあるんで、行かれてみてはいかがですかね。で、トミカに関しても、まあ、今月分、全然、満足ですね。うん、あれ？トーマスバス、うん、新しい方のトーマスバスだけちょっとなって感じだったんですけど、はい。まあ、ジョージ良かったですしね、ジョージ。腕玉もいいんで、手に入りづらくなる前に、どうぞっていう感じですね。あと、パジェロも良かったし、フェラーリ FXXK も良かったですしね。バレンタイントニカのスカイラインなんて、こう、今撮影しながら上からのね、見てるとすごい綺麗。これだけ突出して綺麗ですね、ボディから。なので、お近くにね、イオンある方はね、行かれてみてはいかがでしょうか。多分そんなに数ないんじゃないかなと思うんで、お早めにどうぞっていう感じです。はい。まあ、こんな感じでね、ホットイールやトミカなど紹介しております。もしよろしければね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとコメント、直接動画と関係なくても全然構いませんし、そうだ、トミカのなんだっけ、ディスプレイケース買ったよとかいう方いらっしゃったらね、ぜひどんな感じか教えてください。さすがに2000円ちょっとかな、トイザラスで買えなかったんでね、はい。などなど、何かしらコメントいただけたらね、嬉しいです。はい。という感じでした。ここまで見ていただいてありがとうございます。またね、次の動画でお会いいたしましょう。では、さよなら。